どうも、熊又文です。大体私は100カ国ぐらい旅をしているんですけれども、今回も、リスボンじゃない、ポルトガルにやってまいりまして、この後マルタに行くという大体10日ちょいぐらいのコースなんですけども、今回ちょっと心配したのが便になるんじゃないかなと思ってて、実は去年イタリアを旅した時に便になりまして、出ない。これは辛いですよ。もう重たいもん抱えてね、旅をするって辛いじゃないですか。なので今回何かないかなと思って調べたら、あるものがいいっていうのを知りまして、ネットで。で今回はですね、それを持って旅をしています。こういうちっちゃなリュックで旅をしているんで、なかなか荷物は厳選しているんですけども、その中でも軽くてそんなにかさばらないいいものがあったんですね。もう1週間ぐらい経ったんですが、ちょっと効果を感じています。何かと言いますと、何だと思います？違う、それじゃない。今回はですね、じゃじゃーん、これ乾燥納豆。そう、フリーズドライ納豆っていうんですね。納豆菌っていうのはフリーズドライ、乾燥しても死なないらしいんですよ。この中でたくさん生きてるんですね。ちょっと見えますか、これ。後でリンク貼ってるので、ちょっと見てみてください。すごい軽いんですよ。 250g 入って、エネルギーも結構高いんですね。カロリー高いんですよ。 100g で、472kcal もあって、うわっと思ったんですが、でもね、タンパク質の量が結構高い。 100g 中 44.3g もあって、すごい優秀なんですよね、栄養的にも。なので、まあこれを毎食、できれば毎食後に取りまして、朝食と夕食後に取るんですね。でいいです。おかげでいい感じ。去年イタリア行った時はだいたい1週間ぐらい経つとブツブツが出てきて、お肌もすごい荒れてたんですが、今回ツルツルなんですよね。ツルツル。乾燥納豆ちゃん、本当ありがとうですわ。やっぱね、菌ってすごいね。しかもこれ発酵食品じゃないですか。感謝してます。ありがとうございます。あともう一つ、ちょっといいかなと思ってるのが、業務スーパーで仕入れました、水入り大豆。もうだいぶ減ってきたんですが、1週間経ったので、これを食事の一番最初、食事に行く時だったら、食事に行く前にちょっとお部屋でつまんで食べたり、すると GI 値がゴーンと上がらなくて済むかなと思って、大豆も活用してます。これもですね、煎ってあるので割と軽く食べられるんですね。これ本当に大豆、スナックみたい。でこれは結構お腹の中で、お水と一緒に飲むと膨らむじゃないですか。なので食べ過ぎも防げるというグッドポイント。水入り大豆バイ業務スーパー、これも食べろ。ちょっと食べますね。乾燥大納豆と食べます。こんな感じ。で匂いがですね、もう納豆ですね、もう納豆です。納豆です、納豆です。そんなに納豆好きじゃないんですけど、まあね、体のためにと思って食べて、割と口の水分全部持ってかれちゃうんで、水を取りながらいただいてます。
これは食前に、そしてこれを食後に取るようにしています。すると割と快適なのでお試しください。追伸、もうちょっと一つプラスしてさらに効果を感じているものがありますのでお知らせします。じゃーん、これ何だと思います？これはですね、ドライイチジク。普通ドライイチジクって白いじゃないですか。今回一個出しますよ。赤いやつ、赤いやつ、赤い実のイチジクってあるじゃないですか。赤いやつを買ってみました。乾燥してあるやつ。これどこ、こっちこっち、これこれこれ、これはですね、赤い方がポリフェノールがありそうで、でこれ結構食物繊維があると思うんですね。硬い、まあまあ硬いんで歯持ってかれないように気をつけてください。もうそれはグミみたいな感じで、甘くて甘くて甘いです。なのでちょっとね、カロリーも多いかと思うんですが、1日まあ5粒ぐらい、私は美味しくて10粒ぐらい食べちゃうんですが、これをさらにプラスしたらさらにいい感じ。1日3回ぐらいこんにちはしますので、まあ、参考にしてみてください。うん、以上、旅の本当にいいものをご紹介しました。じゃあまた。Thank you.